受験生の皆さん、お元気ですか？ヨゼフです。私は、もともとは、英語の教師なのです。そこで、今回は、英語に関する説明を、します。テーマは、発音記号です。発音記号は、得意ですか？発音記号について、学校で習ったことは、ありますか？私は、一度もありません。しかし、高校に入学する頃には、なんとか読むことはできました。正しく発音できたわけでは、ないのですが、カタカナなどで、英単語の発音方法を、書くのは、卒業していました。今回の目標は、英単語を正しく発音するのではなく、とりあえず、発音記号を読めるようになることです。では、始まり。発音記号には、アルファベットにはない、へんてこな記号があるので、最初は、難しく感じますが、正しい発音にこだわらなければ、すぐに読み取れるようになることを、約束します。まず、へんてこな記号が含まれない場合について、考えてみます。では、ペンという単語の発音記号を、見てください。発音記号も、英単語のペンと同じ、P、E、N です。ローマ字としても同じですね。E の上の点は、アクセントを、表しています。次は、それは、という意味の代名詞です。い、を表す発音記号が、小文字の、I、ではなく、大文字の、I、ですね。実は2種類あり、使い分けているのですが、受験生は、あまり気にする必要は、ありません。ところで、ローマ字なら、I, T, U となるはずですが、最後の、U, はありません。自分で勝手に、It, と、呼んでください。さてさて、次は、本、という意味の名詞です。ローマ字なら、B, U, K, U となるはずですが、最後の、U, はありません。自分で勝手に、Book, と、呼んでください。次は、外へ、という意味の副詞です。アルファベットの、A, のような発音記号を、説明したいのですが、単独で使われている例を見つけることができませんでした。ということで、二重母音の例です。ローマ字なら、A, U, K, U となるはずですが、最後の、U はありません。自分で勝手に、アウト、と呼んでください。すみません、変な発音ですね。さて、最後は、O を表す。アルファベットの、O のような発音記号を説明したいのですが、単独で使われている例を見つけることができませんでした。ということで、二重母音の例です。小舟という意味の単語ですが、発音がよく問題になります。ローマ字なら、B, O, U, K, U となるはずですが、最後の、U はありません。自分で勝手に、ボート、と呼んでください。まずは、ローマ字でも使っている、母音を表す、わかりやすい発音記号を説明しました。ローマ字を知っていれば、簡単に読めたと思います。次の段階では、ローマ字には、ない、発音記号について説明します。では、第2段階の、始まり。受験生の皆さんもご存知だと思いますが、英語の母音は、日本語の母音よりも、たくさんあります。中でも、日本語の、あ、に似ている母音がたくさんあります。最初は、アルファベットの、E、がひっくり返ったような発音記号です。例として取り上げる単語は、過去形の文の中で、よく使われる副詞です。このアルファベットの、E、がひっくり返ったような記号も、あ、と読みます。曖昧母音の、あ、と説明した方が、正しいのかもしれませんが、とりあえず、これも、あ、です。次は、アルファベットの、V、がひっくり返ったような発音記号です。取り上げる単語は、来る、という意味の動詞です。このアルファベットの、V、がひっくり返ったような記号も、あ、と読みます。当然、発音は、噛む、ですね。覚えていなければ、読めませんね。覚えましょう。さてさて次は、アルファベットの、A、と、E、がくっついたような、発音記号です。取り上げる単語は、地図、という意味の名詞です。このアルファベットの、A、と、E、がくっついたような、記号も、あ、と読みます。日本語の、やゆよの、や、行、のような発音になることも、多いのですが、もともとは、あ、と、え、の中間音、ということになっています。さて次は、日本語の、お、を表す発音記号です。取り上げる単語は、トム、という人の名前です。このアルファベットの、C、が反対向きになっている記号も、お、と読みます。動画が長くなってしまいました。今回は、発音記号、母音その1、母音その2、ということにさせていただきます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいねと、チャンネル登録を、よろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら。